罷免されても主君への忠義を保ち武士としての誇りを重んじる柳田格之進はそんな元彦根藩士を主役にした人情話だ清廉潔白で曲がったことが大嫌いだが度が過ぎて疎まれ上役の残念で浪人の身となるある日よろずやで五十両が紛失する事件が発生 番頭は当日主人と碁を売っていた柳田を疑う柳田は嫌疑を持たれたこと自体が情けないとして腹を切る覚悟を決める一方裁きで潔白が証明されても藩の名誉を傷つけることになるから奉行所への訴えはやめてくれとこう我が身大事で組織への忠誠も変容した今とは 程遠い話だ。理事会に辞任を要求された沢田康弘日本大副学長が林真理子理事長を訴えた薬物事件をめぐる記者会見で言いたけらかな態度が物議を醸した御人である事件後に理事長から辞めるよう求められたりしたのがパワハラだと。学内で 対魔のようなな不審物を発見しながら、警察に12日間報告しなかったこうした不適切な対応を第三者委員会から大学の信用を失墜させた最大の原因とされたが元検事として譲れないプライドがあるのか少なくとも訴訟は大学の名誉にプラスには働くまい